豊島とワンちゃん。豊島動画チェンドコです。ゆうきです。くわ宇宙戦隊キューレンジャーガシャポンキュータマ03。さあまたまたガシャポン版のキュータマが出ました。はい、じゃあ今回もねどんな感じになっているのか見ていきましょう。はい、さあじゃあまずはねラインナップの方から見ていきますよ。1番おうしキュータマ、2番カシオペアキュータマ、3番キリンキュータマ、4番トビウオキュータマ、5番カラスキュータマの全5種類になっております。はい、そんなわけでね僕たちは今回もちゃんとコンプしてきました。はい、今回はこちらのトビウオキュータマが初登場ですね。はい、じゃあ全部ね見ていきましょうね。はい、もう開けちゃいます。どんどんいくよ。さあ全て出してみました。じゃあね1個ずつ見ていきましょう。はい、はい、まずはこちらおうしキュータマになります。はい、周りはこんな感じです。はい、これは01の時にもラインナップに入っておりましたが絵柄違うのかな。まあ後でね絵柄の方は確認していきましょう。はい、続きましてこちらカシオペアキュータマになります。まではこんな感じです。上こんな感じ、下こんな感じ。カシオペアキュータマは以前食玩の方でも出ましたね。今回はガシャポン。そうだね、やっぱりこれも絵柄が違うんだと思われます。はい、はい、次はこちらキリンキュータマですね。はい、まあ、こんな感じになっております。はい、上こんな感じ、下こんな感じ。はい、キリンキュータマも以前食玩で出ております。はい、これもね絵柄が違うんだと思いますね。はい、さあそして今回初登場のトビウオキュータマになります。はい、周りはこんな感じ、上はこんな感じ、下こんな感じ。ウオって聞いたことある、うん、前にねウオキュータマ紹介しましたがこれとはねまた違うものですよ。はい、キュータマの色はねエメラルドグリーンになっております。はい、でね絵柄もよいしょ、これが通常でマワスライドでトビウオのエンブレムになります。はい、ナンバーは44。はい、そして最後こちらカラスキュータマになります。まではこんな感じで上こんな感じ、下こんな感じ。カラスキュータマも、以前食玩の方で発売になっておりますが、まあ、これもねやっぱり絵柄が違うんだと思います。はい、はい、絵柄が違うと、うん、キュータマね絵柄違うだけでかなりの数が出ますから、一つのキュータマでもデラックス版、食玩版、ガシャポン版と3タイプ出るものもありますよね。大変だ。さあじゃあ星座ブラスターとも連動させていきましょう。まずはおうしキュータマから。おうしキュータマ。スターチェンジ。召喚。特殊攻撃。音声はデラックス版と一緒ですね。うん、次はカシオペアキュータマ。はい、カシオペアキュータマ。スターチェンジ。これは技キュータマですね。じゃあ召喚。特殊攻撃。続いてはキリンキュータマ。スターチェンジ。召喚。
特殊攻撃。サイズアタック。じゃあ次はカラスいきましょう。スターチェンジ。召喚。サイズゴー。カラスボイス。怖っ。特殊攻撃。サイズアタック。怖っ。さあそして最後はこちら初登場の飛び魚キュータマいきましょう。スターチェンジ。これは技キュータマですね。うん、じゃあ召喚。サイズゴー。トビウォボイス。めっちゃ跳ねてたね。うん、特殊攻撃。このような感じになっております。はい、さあそれではね、9連王にセットして絵柄の方も確認していきましょう。はい、これがカラスキュータマ、これがトビウオキュータマで、キリンキュータマ、オウシキュータマ、カシオペアキュータマです。はい、よいしょ、近づいていきますよ。せーの。超水上がってる。おお。超水上がってたよ。トビウオ1個ずつじゃ見ようか。じゃまずはトビウオいきます。おお、めっちゃ水飛んでるでしておもしすごい。何なんかさ、トビウオ9玉なのにさ、人が水の上ビジャーンって飛んでたよ。うん、お魚じゃねえじゃんみたいなすごいね。じゃあ次はね、こちらのキリン9玉いきましょう。模様すげえ、めっちゃキリンの模様。模様がすごい。面白いね。うん、面白い。じゃあ食玩版のキリン9玉とも比較してみましょう。いきますよ。超違うそうだね。超違うね。うん、今回のガシャポン版は絵柄。しましま。うん、そう、キリンの絵柄になっております。はい、で、食玩版はね、キリンのシルエットになっております。こんな感じでね。キリンが首伸びてる。うん、そうだね。こんな感じになっております。はい、じゃあ次はカラスキュータマいきますか。はい、カラスキュータマはこんな感じ。スーパーギャラシー。おお、また羽ね。羽がめっちゃ振ってる感じだね。また羽だね。でも暗いからやっぱ黒は見づらいね、やっぱね。また羽だね。また羽だね。うん、じゃあ食玩版とも比較しましょう。あ、違う、超違う。おー、ほんとだ。羽は一緒なんだけど、また違った感じだね。うん、羽が3つで、羽がいっぱいってなってたね。うん、じゃあ次はカシオペア9玉いきましょう。なんか人打ってきてる。ほんとだ。チュッてやってる、チュッてやってる。で、食玩版とも比較しましょう。はい、あ、全然違う。全然違う。こっちの方はシュッてやってる。うん、はい、こんな感じで絵柄が違いますね。うん、じゃあ気になるオウシキュータマもいきましょう。いきますよ。あれ、同じ見たことあるね。ある。じゃあ01の時のオウシキュータマとも比較してみましょう。はい、いきます。同じやね。ああ、同じだね。同じ。こうなんとなく角度が違うからちょっと違うように見えたんですけど、絵柄自体は同じものですね。うん、はい、そんなわけで今日はこちらの宇宙戦隊キューレンジャーガシャポンキュータマ03を紹介しました。はい。キュータマ、あんたいつもだ。
玉って言ってるからね。そう今回はね、初登場トビオキュータマだけだったんですけれども、他の絵柄もね、やっぱ食玩版とかデラックス版と違って、またね、面白い絵柄が出てたね。皆さんもガシャポン見つけて回してみてはいかがでしょうか。今日この辺で、はい、バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。これからはですね、スマホやタブレットでご覧の皆様も画面タッチで次の動画へ行くことができるようになりましたので、はい、ぜひね、はい、押してガシャポン動画チャンネルいっぱい見てください。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。